前橋市立図書館は、群馬県前橋市が設置している公共図書館。前橋市の中央図書館としての役割を持つ。前橋市の中央図書館としての役割を持ち、地区公民館、支所に併設される15の文館と、前橋子ども図書館をオンラインネットワークで結び相互、配本返却システムを導入している。また、 オンラインネットワーク外の定本所としての図書室を8カ所、民間委託文庫2カ所の蔵書管理を行っている。前橋市内の15の地区で文館が設置されていないのは A 明ら地区のみである。これは各地区公民館にまず定本所を設置し、大型の公民館の定本所は公民館図書室に昇格したが、大型でない公民館は定本所をそのまま維持した。 その後の公民館や、司書施設の建て替えに合わせて、文館の設置を進めた結果、A ・アキラ公民館が最後に残ったためである。A ・アキラ公民館の建て替えの話が持ち上がっており、図書館が整備、設置される可能性がある。かつては、群馬県の中央図書館としての役割を担っていた。2009年度まで正規職員が担っていた、カウンターでの貸し出しや予約、 廃下などの業務を2010年度より業者へ委託している。前橋子供図書館が入居する、前橋プラザ元気21応募文館が入居する、応募シャンテ、富士見文館図書館本館には、郷土資料等を伝算機未登録資料が含まれていない。前橋市立図書館は、創立間もない1919 19年に、館の広報誌として、官報を出版していた。後に、 1> 年一回の要覧となり、1944年に群馬県中央図書館法として復刊。終戦後に工芸読書通信と名称を変え、1951年まで続いた。1953年7月15日には前橋図書館頼りとして復刊。1990年5月には月刊の図書館ネットワーク通信の第1号が刊行され、 1994年4月に、前は、市市立図書館だよりと名称を変え、2015年4月1日に、通算300号を発行している。2013年第1回定例会、梅沢議員の質問に対する指導部長の答弁より、ありがとうございます。